はい、おはようございます。おはようございます。ね、お久しぶりですね、皆さん。あ、もう撮ってんのね。もう始まりましたよ。あ、そっか。どうですか、皆さん。どうですかもクソもね。どうですか、いつ皆ぶさん。りよ、この落ち武者は。もう1年以上やってなかったよね。ねえ、いろいろあってね。まあ、ゼッタ君がね、うわ、音信不通になってるしさ。あ、ね、落ち武者って言ったら君と哲太君のやつだったんだけど、今やね、ちょっと連絡取れないっていうことでさ。そうなんですよ。これ僕が司会の番組なんですよね、そういうことね、そういうことだよ。で。ね、ボ今ブラシの回、時もさ、何ですごめん、か？ボブラシの時もね、これぐらいしっかりしてくれてるとすごくいいと思うんだけどね。いやー、まあもう3月ですよね。そうね。ね。どうですか、皆さん、3月ですけど。この放送を聞いてる皆さん、僕はどうもしないですっていうね。なるほど、とりあえず困ったらどうでしょう、皆さんって、聞いてる人に振るのね、やめないとダメだと思う。まあね。いやー、どうですか、ボブさん。あ、待てよ。これ、お注射走りがなぜ始まったかの経緯をざっくりと説明しないとよくないんじゃないの。でも、ボブ説は明するね、とめんどくさくなるんだよね。我々のためにもしない方がいいんじゃないかな。まあ、大人の事情でボブラジをちょっと更新しづらい時期に今入ってるっていうことですよそう、でもね、一つ言うんだけど、ね。その問題となってるやつ例の。の、一応ね、アカウント、マリアの言うか、消したんだよ、あれ。消したの？見れなくしてんの？消したっていうのは、要は、その人がね、自主的に消してるんだよ。まあ、かといっよくてわもかちんろねえんね、けど。まあ、この辺もね、そなんかのもうだ、人っていう謎のワードね。ラジオでね、あんま言えないっていうのもあるんだけどこのね。放送を聞かれた場合に、ボブさんの立場が危うくなるっていうのが、まあ、あるっていうね。この細かい内容を説明したら。てか、今の時点でちょっと危ないっちゃ危ないんだね、けど。職場の人にうかつなこと言わない方がいいよってことだよね。そうだ今のでね。90%言っちゃったけどね、答えを。まあいいんだけどさ。だから早く転職すればいいんだよ。まあそんなことよりですよ。ね、もう3月に入ったわけなんですけれども、ボブさん何か最近アニメとか見ましたか？この放送ほら、こういうパターンだから。なるほど。アニメあんま見ないでおなじみの私ですそう。けども。ですよね。この放送始める前に、獣フレンズを1話から5話まで見たよ。僕も獣フレンズをね、この放送が始まる直前まで見てたから、6話まで見てるよ。あ、じゃあもうちょっとでレンジマンに並べるんだ、ボブも。まあ、あと、8話が最新の回だから、まあ、もうどうせ明日とかにもう行くよね。どうなんだろう。まだもう、ボブ要はその5話までしか見てなくて、5、6、じゃないや、6、7、8話で何が起こるかまだわかんないけども、とりあえず闇深いなっていう印象。なんかさ、別に毎回のストーリーはさ、そんな暗い話じゃないんだよね。ただ、本筋がちょっとさ、ダークなんだよ。なんか嫌な予感がずっとしてるんだよね。だって、なんか人間がいなくなった後の施設みたいなのたくさん出てくるいっよぱいね。出てくるね。なんだろう、乗り物もそうだしさ。あと、たまに、あの人たち、獣だった頃はみたいなこと言うでしょ。それが怖いんだよ、なんか。フレンズになってからはとか言うんだよボブの予想としてはさ、ね。まあ多分今我々が生きてるこの人間たちが全員滅びて、多分は人間っていうものがいなくなったんだよね、きっと。そうだよね。で、人間ってものがいなくなって、獣、動物たちが、まあ、フレンズっていう要は人間みたいな姿になって、まあ生きてると。で、だから4話あたりのツチノコがなんか、カバンちゃんみたいな、絶滅したはずではとか言ってたよね。絶滅しなかったんだな、みたいなこと言ってたから。いや、でもさ、そのセリフはちょっと安心してよ、逆に。4話の、そのセリフを聞くまで、カバンちゃんセルリアン説をちょっと頭の中が なるほ巡っど。てて。
なんかこう敵のなんかなんじゃないかとかってね。セルリアンって全然出てこないよね。あいつさ、何なんだろうねあれ。あれさ、たださ、あのゲーム版あんじゃん、獣フレンズの。あ、はい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 、はい、その辺でさ、あの大体ね、その獣フレンズが誕生した経緯とか説明あるらしいよ。ああなるほど。うん。あんまなんか我々のその勝手に推測してた方向とは若干異なる感が。あ、本当よ。あるっぽかったね。似たような感じだけど、なんかちょっと違う、もうちょっと平和的な感じっぽかったけどね。あーならよかったよ。それならいいよ。あの、でもなんだろ、でもね、変な話、人間滅んだ世界っていうよりも嫌なのは、うん、今そうであってほしくないと思ってるのは、ああなんだろう、架空世界的な。ああ。要は、ゲームの世界でしたみたいなね。そう、まさにそう、ゲームの世界とかさ。うん。で、最終的に、要はあの、カバちゃんが一緒に楽しんだフレンズたちはみんなゲームの、キャンに過ぎなかったとかって言われたらさ。うん。まあ、もともとソーシャルゲームだもんね、だってね。まあ、そう、そう言っちゃうとそうなんだよね。しかもソーシャルゲーム終わってるからね。あ、ね、ボブもさ、アニメ見る前に気になって調べたことがあって、うん。あ、テモノフレンズって、ね、アプリゲームだったんだって思ったらサービスアニメ放送前に終了してるでしょ、うん、それがさ、まだアニメのさ、あの世界観にさ、なんかこうしっくりくんだよね。そうそうそう、うん、いや、仕組んだんじゃないの、まあ、ゲームは絶対人気なかったよね。アニメのさ、世界観に合うようにわざわざそう、あのアプリゲーム作ってあんま流行らないうちにサービス終了してさ、っていうかもうあのゲームがダメだからアニメもこうしちゃおうぜっていう匂いはするよ。ああ、そっちだな。開き直りなんじゃねえかと僕は踏んでるけどね。なるほど。うん。いや、そうだといいな。まあ、僕はあと予想してんのは、カバン氏が、うん。あいつも人間だと思いきや、人間のフレンズなんじゃねえかっていうのは、あるなと思ってるよ。うん、ああ、人間のフレンズ。そう。そう言ってる人、ツイッターでもいてさ、なるほどと思ったね。つまりその仮説はフレンズっていう、なんだろう、フレンズっていうのがどういうものなのかっていうとこからだよね。まあね、フレンズだからね。なんかフレンズっていうのがまたちょっとさ、なんか怖いんだよね、うん、いやだってね、出てくる単語単語がちょっと平和なのが逆に怖いっていうかさ、うん、ねえ、だってあの例えば食料に困ってるような世界でもないじゃん、うん、なんかどっかから湧いてくるからね、食料。そう、ジャバリマン湧いてくるからね。適当に出てくるじゃんね。うん。あれも怖いよ。あれゲームのアイテム臭いよね。うん。だってあの金も出てきたじゃん、4話で。そうだ。うん。でなんか使い方を皆さんあんまよく分かってないみたいなさ。うん。このなんか怪しい感じ全体的に。昔この世界で使われてたとか言ってたもんね。そうそう。多分ゲームの続きなんだよね、アニメのフレンズは。あー、そういうことか。うん。間に何があったのかっていうことが気になるよね。そうだね。で、そもそもアプリゲームの獣フレンズもセルリアンと戦うゲームだったのかな。ああ、そうらしいよ。そうか。なんかそのジャパリパークを開園するにあたってセルリアンが出てきて困ってるから倒そうみたいな内容らしい。あー、なるほど。うん。アニメの方完全にパークも開いて、開いた後っていう世界観だよね、あれ、うん、後に何かあったらしいっていう感じだよ。嫌だな、不思議なアニメだよね。何なんだろうね。まあそれは流行るよね。いや、そう、まあ、正直ね、流行っててボブも1話見出した口なんだけど、うん、正直ね、第一印象はえ、これ流行ったのっていう、まあ、まず第1話でさ、うん、なんだこれって思うもんね。そう、なんだこれ、要はなんだろう、正直あの変な話申し訳ないけど、 CG の動きのモーションのクオリティもそんな高いという感じじゃないんだよね。だって止まってるシーンすごい多いもんね。そう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 、口すら動いてないシーンたまにあるよ。結構あるよね。うん、まあオープニングもさ、もう透明じゃん、ほぼ。うん。でまああと声の演技もまあ、うん、まあって感じ。そうそうそう、ところどころちょっとこうあんま慣れてない声優さんっぽい感じのキャラいるからね、うん、まあ別にそれもいいんだけどさ、キャラクターには合ってると思うんだけど、
なんかこう、部分を抜き出してみると、こう、アレな感じなんだよね。要は、言ったらすごく、なんかこう、どっかのね、個人サークルとかで、もうちょいクオリティ高いもの自体は作れそうな雰囲気は出てるっていうかね。そうだよね。まあ、二次創作しやすいっていうことなのかもしれないけど。あれの二次創作見たいかって言われるとさ、そんなだよまあ、そうなんだよね。ね。うん、アニメ本編見ればいいよね、別まあ、そうなんだよな。あれだって、例えば MMD とかでモデル配布されればさ、に。うん。うん。ほとんど誰でもああいうの作れるようになるよね。しかもアニメ本編より良さげなの作れそうだからね。そね、の動うまきいとのかがだ一けな番。らね。うん。そう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 。話はともかく。いやー、気になるなね。そりゃ流行るよ。ー。あとさ、ついで言うんだけどさ、は僕、ハシビロコウちゃんが可愛いなと思って見始めたあ。部分もあるんだけど、ああ。ああ、6話に出たよ。6話か。うん。ただ、思ったよりメインじゃなかったね。なるほど。ね、僕今、音声がすげえ波打ってて何言ってるか聞き取れないなと思いながら聞いてるんだけど。ね。だよね、なんかそんな感じなんだよね。そうですね。どうですか？ちょっとた、まあそう。待って、今も調子悪いんじゃない？これ。おはようございます、坊さん。音声が良くないな。あ、出すしよ、これ。あ、多分ね、原因ボムの方にあるんじゃないか、これ。ああ、こっちの回線は安定してるっぽいんだよね。なんか、ボブのね、パソはコンが、ものすごい頑張ってる音がしてる。あ。ああ。まあ、パソコンもたまに中の埃とか取らないといけないところはあるよね。ああ、そうなのか。まあでも、まだ作ってからそんな経ってないから大丈夫だと思うんだけどさ。例えば僕ブログやってるでしょ？うん。で、まあ、要は編集の画面っていうのは、編集の画面が出てる間ずっと通信っていうか、してるわけじゃないじゃない。そうだね。で、その画面の中で画像をアップロードするボタンを押したときは通信が発生するわけじゃない。そうだね。でね、要はアップロードするボタンを押した瞬間にね、本体の方からさーって音が鳴るんだよね。ああ、まあそのパソコンさ、割とこう、余裕ないっていうかさ、最低限のスペックで作ってるじゃん。なるほど。だから本当はメモリとか増設すればいいんだよね。ああ、そうだね。うん、確かメモリ4ギガとかじゃなかったメっけ？モリと8かギガあね。んだっけ？ 4 ギガだかどう8だっギたガかにしたよな。ね。8覚えギてガだっないたけかど、ちょっとこう、最低限にしたような記憶があるね。な。うん。まあメモリの8ギガかなんかを別に買ってきて増設すればもうちょっとマシになるかもしれなるほど。ないね。うん。まああと本当は、それハードディスクで作ったから、それを SSD ってやつにすればもっといいんだけど、まあそ前こはにまあどうね、でもいい見かてな。てた。うん。今から変えるのめんどくさいしね。まあね。うん。まあ、あるいはパソコンをもう一台買うって人もあるけど。あ、まあ最悪ね。そう。僕今 Mac でやってるからね、これ。なるほど。まあ、自作のやつも動作快適なんだけど、まあ、このソフトでしか録音できないんでなるほど ね。Mac でやってるよ。そっか。うん。いなるほど。やー、ね。僕らこんなに獣フレンズに熱狂するとは思わなかだって今は早く続き見たいもんね。った。見たいもんね、普通に。なんて言うんだろう、なんか特別面白いっていう感覚で見てはいないんだけどさ。普通に真顔で見てんだけどね。そう、なんふーかんと思っ続きて。気になるっていうね。うん。いや、なかなか面白いアニメだね、まそうだね。あ。うん、ああ、まあ、でもね。結論としては面白いアニメだね、だおお、気になるっていう感じだよね。よ。うん。で、ちょっとそれつながりで言わせてもらっていいかな。は僕、今更、進撃の巨人を読み始めてさ。もうね、15巻まで読んだって。あ、うん、あ、僕2巻まで読んだよ。さ、すごく面白いんだよ、やっぱり。まあそりゃそうじゃないの。だって2巻まで読んだけど2巻まで面白かったよ。どんどん面白くなるよ。ああ、なんていうかさ、正直よくあるレジスタンスが巨人と戦う、そういう雰囲気の話かなとだけ思ってたんだけどさ。まあ最初はそんな感じだよね、でも。
そう、最初そうと思わせて、今度あの主人公のエレンが巨人化するっていう新要素が加わってきてさ、うん、2巻の最後の方で、そうで、今度あの味方の中に巨人がいるっていう要素も加わってきたりなんかして、うん、割とね、その敵の巨人の正体がね、ショックだったりはするんだよ。ああ、なんていうかさ、まああのあんまり言わないけど、こいつら気のいいやつだったのに、こいつあの時のあれだったのかとかっていうの結構あってね。ごめん、お前だったのか、栗をくれたのはっつって、まあそんな感じだよね。うん。まあ巨人もね、僕巨人があんま好きじゃないっていうのが、あの巨人タイタンという存在がね、いや巨人の絵が、なるほど、あ、絵が、あ、巨人の絵がね、人じゃなくて巨人のデザインがなんかあんま好きじゃないっていうのはある。いや、わかる。僕もね、超大型巨人の、あの初めて見た時に、うん、こうなんでこんな筋肉むき出しの部分的に意味わかんないところだけ皮ついたようなデザインっていう、うん、ものすごい思ったけどさ、あ、なんか、あ、まあ、巨人あれか、あの雑魚の巨人か、まあ、雑魚もだね、雑魚の方が嫌かな、うん、あれ気持ち悪いね、うん、確かに、うん、そうね、巨人、うん、巨人ってまだやってんだよね、連載やってるはずだよ、うん、巨人とテラフォーマーズまだやってんだよね。なんだろう、巨人見始めておいて言うのもなんだけど、テラフォーマーズはなかなか見る気が起きないんだな。あ、テラフォーマーズも一巻は読んだよ。まああらかたどういう話かは予想はつくけどさ、うん、あれさ、一巻であらかた話終わっててさ、うん、だから割と一巻だけ読んでもなんか読み切りみたいな感じで満足できる感じになっちゃってるんだよ。なるほど。だから2巻以降読む気にならないっていう。ああ、それはすごいね。第1部巻みたいなところに確か1巻の最後でさ、ちゃんとなるんだよね。おお、うん、だから2巻以降さ、絶対無駄に長いなと思って。なるほどね。うん、なんか見る気しない。なるほど。うん、もうまあな、あとなんだろう、要は今回ボブ進撃の巨人を読み始めてみて思ったんだけどさ、ほう、あの流行ったものは面白さが約束されてるなと思ってさ。まあそれ流行ってるからね。ね、正直意地張んないでバンバン見てこうと思った時に我々に何が残されてるかといろいろ考えては見たんだけどさ、はあ、まあ例えばキングダムとかね、あ、まあテラフォーマーもそうだし、あれもあるよ、あのなんか軍服のやつ、なんだっけ、なんだっけ、軍服のやつ、軍服っぽいやつあったじゃん、なんかなんだっけ、ストライクウィッチーズではなく、違う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 、そういう青年史系のさやつだよ、キングダム系のなんか軍服のやつあったじゃん。本当に流行った、流行ったよ。なんだ、なんだっけな、なんかあったんだよ、あ、ゴールデンカムイだっけ。あら、それあんま分かんないな。ああ、ゴールデンカムイ流行ってるよ。え、なんだろう、ちょっと調べてみたら分かんのかな。本屋にはよく見かけると思うよ。え、ゴールデンカムイ、どうなんだろうな、なんか名前聞いたことない時点でちょっとそんなに本当に人気なのかなって思っちゃうけど、これ超人気だと思う。あー、どうだ、ボブはこれ知らないな。あ、そう、うん、多分そんな流行ってないんじゃないのかな。あの、この漫画がすごい的な本とかよくあるじゃん。ああいうのでなんか取り上げられてるイメージあるよ。なるほどね。うん、だからその漫画好きな人に人気みたいな扱い。なるほどなるほどなるほど。キングダムもそうじゃん。キングダムもやっぱり漫画クロートにおすすめみたいな扱いだよね。うんうんうん。うん、確かにそうだね。うん、僕そういうのはあんま見ない派なんで。まあわかる。うん、なんかこうお前に勧められたくねえよみたいなね、うん、感じになっちゃうよね。うんうんうん、すごくわかる。うん、進撃の巨人もそういう扱いだったよね。そう、完全にそうだったのにね、何があったかわかんないけど急に見たくなっちゃったのよ、ある日。うん、デトロイトメタルシティもそれ系の走りだよね。
この漫画がすごい系のやつのね、まあ、あれも面白かったと思うけど、まあ、3巻ぐらいは読んだけど、なんだろうね、漫画あんま読まないね、そういえば。あー、そっか。最近読んだ漫画エスパーマミドン。なるほど。うん、買ったよこれは。エスパーマミか。うん、単行本出たから買って読んだね。あ、出たの？あ、何？新しく出たの？新しく出た、新装版が。あー、そういうことか。うん。はい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 。あと読んだ漫画がなんかあったかな。買った漫画は相当いっぱいあるんだけどね。なるほど。男の星座全巻があったし、あ、銀と金3巻まであったし、うんうんうん、稲妻も買ったね。なるほど。あ、バーナード城読んだわ。そうだ、ほうほうほう、バーナード城全巻読んだよ。あー、なんか知らないタイトルがどんどん出るね。これ超人気だと思うよ、バーナード城。嘘。あ、そうか。うん、ね、バーナード？バーナード。バーナード。この候補に出るバーナード城曰くってやつかな。そう、それ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 。なるほど。うん。それ今人気だよね。アニメ化もしたね。確かにこのタイトルは聞いた。ああ、これが前君が言ってたやつだ。そうそう。ウソブグロ君も確か全部買って読んだっつってたな。なるほど。うん。あと、ガイバーいっぱい買ったな、それは。ガイバー30巻ぐらいまで、なんか、Kindle でセールしてたから、買ったんだ。なるほど。買って1巻読んでやめたな。いつだったかのポブラシで君、ガイバー大好きって言ってたもんね。うん。別にガイバーそんな好きじゃないけどね。なるほど。多分、なんとか大好きって別にさ、あれ好きな作品のこと言ってないんだ。だろうね。うん、言ってないから、適当に言っただけだと思う。ほんと漫画がいっぱい買ってはいるんだよね。うん。ブラックエンジェルズ全巻買ったね。ほう。最強伝説黒沢も全巻買ったし、プロレススーパースターレスでも全巻買った。なるほど。まあそんな感じ。ここ1年ぐらいだと。うん。ああ、なるほどね。うん。ボブなんかはね、それこそ進撃もそうだけど、あのコミカライズ版のキルラーキルも3巻まで出てるの全部買って読んだけど、ものすごい打ち切りエンドだったね、あれ。なるほど。あの、3巻が最終巻で、3巻のね、最後の方に四天王との戦いが始まるんだけど、あの、なんだろう、それまでの要は1話で雑魚敵と戦ったよりも短い時間で四天王全員やってちゃって、尺足りないパターンだよね。そう、いや、てかボブもさ、なんだかんだのキルラキル、あのネットのいろいろ聞いてて、後にどういう敵が出てくるとかって聞いてて、ほう、あの四天王との戦いが始まったあたりで、え、まだこの敵出てきてないのになって思ってたんだけど、うん、要はその雑魚敵倒す勢いで四天王倒して最後の一人になって、最後の一人と戦うぞって時にその敵が出てきて四天王倒しちゃって、で、その出てきた敵との決着はつかないまま、解散し、あのラスボスのキギュウリン、サツキって言ったかな、あの白いなんかライバルポジションの人がいるんだけど、ほう、その人との戦いもしないまま、なんかこう一旦全部こう解散して、そしてなんだろう、なんかこう、いや、まだね、あいつらとの戦いがあるねって終わったね。ああ。まあ、なんとも言えない。アニメもそうなのかな。いや、違う違う、絶対違う。ああ。あの、だってアニメで敵倒してるし、見たことある。まあ、結局半年ぐらいのアニメだから、アニメ終わったら連載も終わるよねっていうことだよね。ねえ、完全にそういう感じだったよ。コミカライズの宿命だよね。ねえ。うん。あ、ラブライブのコミカライズのやつも読んだの、それは。ラブライブのコミカライズって言うとどれだ？あの、漫画版みたいなやつ。あの、いろいろ出てるんだよ。なんか、どうかしてるやつだよ、あの。あの、ほら。あの、金髪がさ、最初から知り合いポジションで出てくるやつあったじゃん。あれかな、俗にアルミ版ラブライブと呼ばれてるやつか。そうそう。それの1巻だか2巻だかまでは読んだよ。確か。あれ面白いんだよ。なんか、不思議な面白さあったよ。そう、あのさ、コミカライズ系にしては珍しく、アニメ本編とそこそこ内容違うしさ、うん、
新鮮さあるよ。かつ、そう、部分的にアニメより面白かったりするし。うん。うん、あれいいと思うんだよ。うん。サンシャインの漫画もあるんでしょ。ボブはね、あのアルミ版じゃないんだけどね。はあ。サンシャインの漫画一冊買って読んでないっていうのがあるんだよね。あ、僕らも勝手にサンシャインの漫画考えるけど。あ、なるほどね。漫画のストーリーを勝手に考えるの。でもオリジナルで。リアルだからそこはあまりにも大胆に返すにいるわけにはいかないっていう。まあね。例えばあの、あいつ転校してこないとかね。なるほど。あいつ転校してこなくて最初からいんの。はいはいはい。まあそこまではありそうだよ。うん、そう、最初からいて、代わりに、別のやつが転校してくるとか。あ、違う学校にいるとか。あ、違う学校にいたら無理か、ね、でも。違う学校にいたらだって、学校のアイドルだからダメだもんね。そうなんだよね。あ、ダメだわ、これは。なんだかんだやっぱ崩すって難しいよね。うん。だって今、あの、日本各地にアイドルがいてみたいなのを考えたけど、ちょっと違うもんね。いや、違うっていうか、そう、もう本編がそうじゃん。いや、あの、だから、そのアクアのメンバー9人いるじゃん。あ、それが各地に散ってるって。そう、各地に散ってて、9人を集めるっていうストーリー。でも、あれ、地元愛みたいな話だったからな。ね、ちょっと違うもんね、だってね。ね、そこ崩しちゃダメな感じするもんね。うん。9人のなんか、あるアイテムを持ってるやつを集めるんだ、みたいな。キューレンジャーそのものになっちゃうけど。あ、そうだ、キューレンジャー見てないんだよ。あ、キューレンジャーめちゃくちゃ面白いよ。ねえ、みんなそう言ってるんだけど、1話の録画失敗して以来、いいやつ見てなくてさ。うん、相当いいね。うわぁ、そうか。ここ5年で最高ぐらいじゃない。わ、皮肉なもんだな。あれ、傑作だよ、正直。今のところ。まあ、あの、あんま期待しすぎるのも良くないんだけどさ。なるほど。だってまだ3話なのに、もう8人出たよ。そうか。うん。でもまだオレンジ敵なんだよ。オレンジ敵なんだ。敵だよ。へえ、サソリ？サソリ。ああ。何らかの事情があるんでしょうけど、的な感じで敵だよ。うわあ、面白そうだなー。あれ相当いいけどね。戦隊ものはネットに、まああんまり良くないんだろうけど、ネットに上がったりはしてないんだろうね。まあ、探せばあるんだろうけど、公式配信もあるけどね、まあ。ああ、そっか。あの、YouTube じゃねえや、なんだ。東映のなんかスマホで見れるみたいなやつとか。なるほど。いろいろあるけどね、まあ。いわゆる最新話のみを配信してる見逃し配信ってやつか。そういうやつはない。あ、見逃し配信もどっかでやってるけど、それ有料なんじゃよったね。あ、そっか。あれ逆にじゃあ今君が言ってた配信してるっていう。なんか東映で自分で配信してるやつがあるんだよ。おうんうんうん。それは、最新回まで全部配信してる。過去の東映作品を。あれ？ってことは何？今下手すればキューレンジャー見れんの？キューレンジャーも見れる。あ、嘘？うん。あ、エグゼイドも見れるし、ゴーストも全部見れるし、コンドルマンも全部見れると思うよ。あ、なんだ？じゃあボブそれで見りゃいいのか。まあ別に有料ですけど。わ、なんだい？そういうことか。そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。そりゃそうだよね。僕だって獣フレンズ有料で見てんだよ、ちゃんと。なるほど。Dアニメストアでだけど。あー、うん。いやー、まあ、でもね、東映のやつ高いんだよね。月980円ぐらいするんだよね。なるほど。うん。だそれでさ、あの、王者出るさ、仮面ライダーブレイブのやつやってんだよね。はいはいはい。そこで配信してるみたいなこと言ってたよ。まあ、気にはなるほど。うん。あのエグゼイドのスピンオフさ、配信するサイトはバラバラすぎてさ、めんどくさいね、うん、なるほど。あのゴライダー見たいんだけどさ、あゴライダー au 会員しか見れないんだよ。へえ。そんな au わざわざさ、そんなゴライダーのために契約するわけにいかないじゃんね。いや、そうだよね。うん、 au 何かと CM にも力入ってるしさ、なんかあったのかね。ああ au の CM 大嫌いだけどね。これ落ち武者だから気にせず言いますけどね。ああ、いや、うん、でもさ、
あれじゃんか、あのソフトバンクと au はやっぱりこう CM が若者に来てそうな感じするじゃない。あ、ソフトバンクっての CM どっちにムカつくかな、 au かな。嘘、君のことだからソフトバンクって言うと思ったよ。ソフトバンクの犬もさ嫌いだけど、犬が嫌いなわけじゃないんでしょ。あ、犬が嫌いなわけじゃない、別に犬にそんな恨みないけど、ノリは嫌いだよ。犬に対する、おお、あ、ドコモの CM あんまムカつかないな。てか、だってドコモの CM ってなんだっけって感じしない。そうだよね、特徴的なキャラいないもんね。ね、まあ、あのインコなんだろうけど。インコ、インコいた、そんなの。インコいるよ。あとキノコね。キノコはもうなんか落ちぶれたよね。そう、完全に、うん、もう今インコだもん完全に。そうなのか、うん、なんかムカつく顔してるインコあったっけか。まあ、要はボブが今あったっけかとかって言ってるようなもんでさ。そうだよね。だからドコモといえばこのパターンみたいなのがないよね。うん、そう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 。うん。ね、ドコモ会員だったものとしては、おおって感じ。うん。僕ももう今 Y モバイルですけど。うん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 。Y モバイル安いよ、月2000ぐらいで。なるほど。うん。まあね、うん。どうですかね。最近ムカつく CM とかある？それがね、あんまないんだよ。あ、僕も今言った割に何も浮かばなかったな。テレビ番組はムカついてる。そんな浮かんでこないよね。うん。うん。テレビ番組はムカつくね。なるほど。ジップとか。なんかあったっけ、ジップ。いや、ジップは常にムカつくでしょ。そう？うん、常にムカついてる僕は。なるほど。うん、なんかこうオタク乗りに乗っかってくる感じが。ああ、あれだよね、なんかジップに別に限定せずだけどさ、あの今は例えばなんかこうオタクコンテンツがあるじゃない、ガンダムだったりとかね。うん、で今はその例えばガンダム女子がいるんですとか。そうそうそう、今日もさ、まさにそれやっててさ。ああ、なんかガンダムカフェに女性ファンもいっぱい来るみたいなこと言ってて。うん、はい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 。あ、まあ別に来りゃいいと思うんだけど。来てなんか、なんか注文するメニューが一番多いのどれみたいなのを毎週さ、なんか予報するやつね。そう、予報するコーナーあるじゃん。あれでガンダムだったんだよね。予報マイスターのやつね。そう、予報マイスターね。それで、なんか、ハローの、はい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 、ハローのやつだっていう、あの、マス氏が言っててさ。はい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 。まあ別にそれ自体はまあそうかもねって思ったんだけどさ。なんか、いちいちなんとか女子がとか言ってくるのうざいもんね。そう。いや、あのね、うん、いるのはいいと思うんだよ、全然。別にいいんだけど、別にそんなのどこにだっているんだから、わざわざさ、そんな言われてもなんか、あ、そうって感じになるよ。なんかさ、これ、全く逆にさ、自分に攻撃当てるようなこと言うんだけどさ、あの例えばガンダムオタクね、いて、キモタ、うん、今はガンダム好きな女子もいるんだよとかって言われるとさ、うん、あの要はそれってつまりもともと女性が寄りつかないコンテンツに今は女子がいるんだよって言って喜んでるっていうことで、お近づきになれるのではないのかみたいな。そう、要はもともと女性が寄りつくもんじゃないって認めてるようなもんじゃんとかって思ってね。まあ認めてるよね。なんていうか、あの、アニメとかをさ、アニメとかをそういうなんか出会いとかのものにさ、こう関連づけていく感じがまた鬱陶しい感じ、うん、だって我々は別にそれを目的としてないのにさ。そうよ、別にそんなの目当てにするんだったらもっと他になんかいろいろあるだろうしさ。そう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 、なんでアニメとかをそういう出しにするんだみたいなね、ちょっとしゃらくせえ感じになるよね。そうそうそう、アニメはアニメで楽しめよ勝手に。いや、何が君の名はカフェだよみたいな。そう、好きでさ、うん、そういうの見てるのにさ、うん、なんていうかそういう風にも使えるんだから使わないよりいいじゃないかとかって言われてもさ、うん、なんかなっていう、使わねえしみたいな。
そう。別にアニメでコミュニケーション取るのはいいんだけども、アニメをなんかコミュニケーションの出しにするみたいなのは、ちょっと作品に対してこう、なんかなみたいなのを思うね。ね。そう、そうなんだ。別にまあ何しようがいいんだけどさ、なんかちょっとさ、こう、いいのかな君たちはそれでみたいな。だって最近ボブレンジマンのさ、なんかほらレンジマン割と正直にそういうの口に出すじゃない、鬱陶しいとかって、ああシャラクセとかね、ボブレンジマンのそれ映ってきてさ最近そういうの見てるとうぜえなって思うようになった、シャラクセ、あもう君の名はの歌流れてるだけでシャラクセって思う、なんか、あーまあね、別に歌に恨みないですけど、あまた君の名はかみたいな、多分見たら面白いなって思うんだと思うんだけど、まあね、まあ廃れたら見るかもね、まあな、君の名は我々の界隈で流行ってないしな、トムとか見てんの、トムとか見てないの君の名は、あ見た見た見た、さすがトムは見てるよね、もう我々の中で一番オタクに近い存在であるトム、あすっかりとね、何があったんだろうね、まあ知人の影響っていうかね、ああ、あのそういう友達が増えたお金で、なるほど、そうそう、だってもう僕より全然見てるもんね、だろうね、僕もう全然アニメとか見てないもんね、そんな、あ全然見てない、だって最近買ったブルーレイ白獅子仮面の、うん、うん、僕今一番ハマってる番組白獅子仮面とかだよ、なるほど、うん。まあ、獣フレンズと白獅子仮面って割と近い存在だよね、獣だもんどっちも、なるほど、うん、まあ白獅子仮面どっちかというとこう歌舞伎的な方向の感じはあるけどね、うん、うん、まあ獅子だもんね、でもまあそうだよね、だから僕は割とこう普段から実写寄りの人なんだけど、うん、実写でも別になんか最新のやつバンバン見ようとかじゃないもんね、そうだね、古いの見てるね、基本古いもんね、基本70年代か60年代か50年代だから、そうね、うん、だから僕も一応あのマニアとしてずっとやってきてるけども、この同年代のマニアたちとあんまり話が合わないことが多いよね、うん、だろうな、うん、それで苦労してきたね高校時代とか、なるほど、うん、苦労したね、まあ苦労しただろうね、うん、僕はだって一人でファイヤーマンガとか言ってますが、誰も見てないからね、うん、うん、ジャンボーグエースがみたいな、緊急指令テンフォーテンテンが面白いんだよっつっても誰も見るわけないんだよそんなの、そうね、うん、なんだよテンフォーテンテンってみたいな、ああ、うん、いやまあでも今はさ割とライダーとか世間に受け入れられてていいよね、そうだね。ね。まあ僕の高校時代も別にライダーとか割と見てる人いっぱいいたけどね。まあなあ。うん、まあ見てる中は僕はやっぱり、まあ見てはいつつも、その、なんかわけわかんない、なんか、魔人ハンター三剣とか見て喜んでたから。ああ、いや、まあ、なんだろうっていうね。ボブの高校時代の友人たちの間で不思議だったのはさ。はあ。あのボブが高校の頃っていうのは、まあ、仮面ライダーディケイドからダブルからオーズからっていうぐらいの世代か、うん、まああとフォーゼの途中までぐらいだね、そうだね、で、うん、だったんだけど、うん、その頃ね、あのオタク仲間っていうか要はよく喋ってた友達は、うん、その当時の仮面ライダーは見てないけどブレードとかは見てたよっていう人たちが多くて、まあ小学校時代見てたんだろうね、ね、要は最新の仮面ライダー見てるのは自分だけみたいな、そういう不思議な状態だったけど、まあそういうこともあるね、ねえ、うん、まあ僕今割とでも新作の特撮見てる方だけどね、うん、エグゼイドとなんだっけニンニンジャーじゃなくてキューレンジャー見てるからね、そうだよね、うん、オーブは途中まで見たんだよな、ボブもオーブ完走しなかったんだよ、うん、割と終盤まで見てんだけどね、だってオリジン登場してしばらくまで見てたからね、うん、次ジャグラーと全面戦争だみたいな回までは見てるんだよ、だから多分あと3話ぐらいで終わるんだよね、ああ多分ボブも一緒、うん、
オリジン登場したあたりでちょっともう続き気になんなくなっちゃったんだよね。なんかさ割と話終わるじゃんそこで。あ割とさなんかもうあれで一段落すんだよね、うん、そう、うん、で割とガイさんのノリもさなんか愉快な感じになってさよかったねって感じになって、うん、もういいかなって感じになっちゃった、うん、そうもういいかなってなっちゃって、うん、なんかこうまあそこが良さでもあるんだけどさこう割と一話完結と普通の回がさオリジン出てから続くんだよね。そうだね。それでなんかまあ普通になってなんかフェードアウトした感じ。いやだってオリジン登場してから普通の話挟まれてももうどうでもいいんだよね、うん、正直ね。あだってなんかあのほら同窓会に行ったらひどい目にあってちょっと怨念込めちゃったみたいな話とかさうん、なんか今やんなくていいかなみたいな感じすごいしたもんね。そう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 、うん、なんかそんなさなんかしょうもない怨念でさオリジンに苦戦されてもなみたいなね。あと、うん、いたたまれねえし話の内容が他のフォームも使う必要ないぐらい強かったのもちょっと問題だったね。うん、しかもそのそんな感じなのに毎週ちゃんと律儀に過去のフォーム出すからうん、なんかこうあのウィザードの後半でさあの、うん、インフィニティあるのになんかずっとどうでもいいフォーム使ってるみたいなねあの感じだったよね。まあそれよりはマシだと思うけど、うん、まあね、うん、まあ面白い方だと思うよオーブは。全然いい方だと思うよ番組としては。そうね、しかもボブさん正直あのマガオロチが出てくる前からああずっとあのマガタのオロチとかのあの画像っていうかデザイン資料ああネットにこう上がってるの見てたんだけどさ あのおもちゃ屋行ってソフビ見たらさああなんかボブが知ってるマガタのオロチと全然違うのが並んでてびっくりしたね。あの丸いやつね。そう丸いやつ丸い不思議な体型のやつで、ね、あんなになったのかと思ってねびっくりしたけど。うん、オーブ怪獣がね序盤の怪獣良かったんだよね。そうだね、うん、序盤良かったなって感じ。名前に魔がつくやつはちょっといいんだよね、うん、そうだね。そうだね、なんかさ怪獣の能力がすごい生かされてるんだよね序盤ね。そうそうそう、うん、序盤相当面白かったねオーブね。なんかオーブ割とね本筋の話があんまりこう僕あんまりって感じ。なるほど、うん、序盤好きだね。序盤の、ね、序盤のやっぱオリジナル怪獣がいっぱい出てくるあたりがすごい良かったかな。ね、後半は知ってる怪獣しか出てこなかったもんね。うん、まあ一応定期的に新しいのも出るんだけどさ、まあ定期的にねっていう感じ。定期的に出てた。あ、うん、あのゼッパンドンとかか。そう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 、まあゼッパンドンも新怪獣かって言われるとよくわかんないんだけどさね。うん、あとギャラクトロンとか。あ、ギャラクトロンいたね。うん、僕その前後編見てないけどね実は。嘘。うん、なんかたまたま見なかった。あのね、まあそう、あれだよね、要はサンダーブレスターの初登場かじゃないんだ。そう、初登場じゃないんだよ。あとか2度目の登場なんだよ。そうそう、いやギャラクトロンの話すごい不思議だったよ。あのさ、はあ、まあ、ギャラクトロンっていうのは異次元から来たロボットで、ああらしいね。あの地球人がちょっとこう地球を汚しすぎてるからこの星を良くするために人間滅ぼすかっていうロボットなんだけど、まあありがちなやつだよね。そうで、そういう時ってさ、大体あのそいつを倒してなんかこうあいつもそういう目的で来たのにこう悪いことしたなってなるか、うん、こう お前に心配してもらわなくても人間たちは自分でなんとかするっていう、どっちかの決意をするような感じだと思うんだけど、うん、まあ G ガンダムとかね、うん、ギャラクトロンね、なんもなしに終わるのよ。2話かけてんのに。なんかね、うん、2話かけて、で、しかも、チーフじゃないや、なんてあの、リーダー、あの、なんてあの人、あの女ね、キャップ。そう、あの人をギャラクトロンが体内に吸収して、うん、まあ、要は実質の人質みたいな感じにしてね、う
それでオーブもうかつに手が出せないっていう風になっちゃう回なんだけど、そうだね、そこはなんかあらすじのとこで映ってたね。要はそれをサンダーブレスターでバラバラにしていくわけよ、ロボットをね。うん、で途中でロボットがちょっとこう攻撃じゃないモードに入って、なんかこう平和な歌を流し始めるわけね。はあ、要はこうその歌を聞いてサンダーブレスターもおとなしくなって、要はこう和解しようよみたいな、そういうやつを相手がやってきてんだけど、ああそれに光線でとどめを刺して、うん、何もなしに終わるっていう、ひどいねっていう ね、うん、ね、なんでひどいことすんねこいつらっていう、よく分かんなかった。ってその歌流すシーン結構長いんだよ。ああオブやたら歌流れるよね。ねえ、でそのやたら長い歌を聞いてサンダーブレスターがこうおとなしくなったと見せかけて光線で破壊するっていうシーンが結構長いんだよ。ああでしかもその一回解決、なんか平和的に解決すると見せかけて、うわ光線で攻撃したとかそういう雰囲気じゃね、全部ワンカットなんだよ、要するに。ああな、要は何の意味合いもない感じのシーンになってるわけ。ああ、あれすごい不思議、もう 見ないと分かんないと思うけど、すごい不思議だった。なるほど。その次の回もひどかったよね。あの後っていうのはひどかったっていうのもなんだけど、あのさ、あのビートル隊がさ、なんかオーブやべえから、もう次出たら絶対攻撃するからよろしくっつってきてさ、で攻撃するんだけども効かねえからすぐ帰るっていう回。ああ、なんだっけ、本筋はどういう話だったっけ。本筋絶版ドンだったかな。あオリジン出る前後編みたいな扱いだったと思うな。あそっか、そうだね。うん、なんかあの辺のこうビートル隊のさ、この中途半端な持て余してる感みたいな、まあね、ビートル隊も持て余してたよね。うん、あれない方がマシレベルだよね、割と。まあね、うん、なん かあることによってさ、なんで来ねえんだっていうのがすごい毎回気になったもん。まあ確かにそうだよね。うん、終わってから来るもんね、ビートル隊。そう、確かにね。そんな感じなのに、なんかオーブが一回やらかしたらお前ら襲ってくんのかっていうので、余計こう印象悪くなっていくみたいな。ああそうだね。うん、まああの柳沢は頑張ってたと思うけどね。ああ柳沢隊員が活躍する回とか面白かったけどね。まあね、うん、あの完全にオーブの正体あの人じゃないかっていう感じの帰ってくるやつね。うん、そう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 。まあオーブもまあいいと思うよ、やっぱり総合的にはいいと思うよ。うん、そうだね。うん、そうそう、まあそれはね、当たり外れはあるもんなんだよ。うん、ストーリーはそんな毎回面白くてもしょうがないからね。まあね、確かにね。ただまあよく言えばオーブもうちょっとこうね、一話完結が多くてもよかったかなとは思うね。まあね、うん、やたら2話完結だったからさ。うん、2話完結で面白いかって言われるとなんか微妙だったからさ。まあな、1話にまとめてくれた方がいいかなって思ったね。なるほどね。うん、あそうだよね、最初の方は1話完結だったもんね。うん、途中からどんどん2話完結エピソード増えてったよね。そうだ、確かに2話完結ならストーリー濃くなるかっていうとそうでもなかったんだよね。そう、悪いパターンなんだね。なんか持て余してる感があったんだよ。あのダメな時の平成ライダーみたいな。うん、あのウィザードとかのさ。そうだね、ウィザードのダメな回みたいな感じ、うん、だったね。うん、ライダー今2話完結じゃなくてすごい見やすいよね。ああ、確かにそうだ。うん、エグゼイドさ、一応まあ患者のなんかドラマとか若干あるんだけどさ、1話でまとまってて見やすいね。そうだね、もう必要最低限しかやんないもんね。うん、あの踊りの人とか、あのジェットコースター乗れない少年とか、絶対ウィザードなら2話かけるんだよあれ。そうだね。
それも3分ぐらいにまとめてやって、本筋のドラマを別に進めるっていうこの構成、見事だと思うね。そうだね、うん、一応最低限こうその1話での起承転結がありつつ、連続ドラマとしての見どころをより長く尺取りますっていう、その時間配分、ね、時間配分がいい、うん、ただ怪人つまんないね。まあなあ、うん、今だって再登場ばっかりだもんね。怪人も再登場だしさ、うん、毎回社長がボコられるだけだからさ、なんとも言えないけど、まあ社長ボコられるのは面白いんだけどさ、社長が見どころだもんね。社長が面白い演技を最近すごいしてるから、社長はまあ出てていいんだけど、そうだね、社長序盤のあの微妙な印象からだいぶバレたもんね。ああ、すんごいことになってる今。どうかしちゃってるもんね、表情とか。ああ、神だとか言ってる。なんだかなんかパラドと和解したね。和解っていうか。あ、そうだね。うん、割と普通に仲戻った。おお、あとごめん。だから、ね、今、ボブの方でね、君の声が限界レベルまで音悪くなってる。うん、うん。こっちはクリアなんだよね。あ、ほんと？うん、うん。いやー、まああのね、方法としてはね、スマホでスタイプにログインするっていう方法もあるよ。ああ、確かにさ、いや、もうね、すごい、音が二重になりつつ、あの、なんか、ノイズで喋ってるみたいな音になってんだよ。ああ、こっちで撮れてるから、まあ、放送聞いてる人は問題そんなにないのかな。なんだろう、君が喋るのに合わせて、ブーってずっと後ろで鳴ってるような感じ。まあ、パソコンが限界だよ。ああ、治ってきた。あ、治ったならいいわ。いやー、どうですか皆さん、この放送を聞いているどうなんでしょうね。どうなんでしょうね。僕ら新作の話を珍しく50分もやったね。ね。うん。まあ、ボブラジでも今までやってんだけど、割とカットだったからね。そうだね。で、まあ、そんな放送するほどの内容でもねえかなっていうことでカットになってたんだけども、うん。今回ノー編集だからね。落ち武者だから。そう、落ち武者はノー編集です。なるほど。ね。著作権に配慮しても音声もノー編集だよ。なるほどね。ね、音声ももうなんか既存の曲とか一切使わないから今回。おお、まあいいね。うん、まあそういうの大事だねやっぱりね。そうだね。うん。いやー、どうですかね。なんか最近面白いことないの。わかんないな。なんか面白いことないの最近。まあ、言い尽くしちゃったもんな、ボブのプライベートの面白い、楽しい部分。そうだよね、漫画がとかね。そう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 。うん、アニメ見て、獣フレンズ見て楽しいとかね。そうそうそう。うん。僕もね、特に日常で面白いこと起こってないんだよね。ね、悲しきかな。あ、スイッチね、スイッチ買ったんだけど。あ、買ったんだ。買ったんだけども、アマゾンで、今日発送された。なるほど、うん、あの発売っていうかその予約開始日の開始した30秒以内ぐらいに予約したのに、うん、今日発送されたよ。あー、それだけ先に行った人がもういるわけだ。いや、後で調べたらさ、なんか、うん、その予約した後になんか一定時間経つと、そのアマゾンの有料会員だと当日お届けに変えられたらしいんだよ。なるほど。僕有料会員なのにそれを知らなかったせいで一般会員扱いになったから当日来ないっていうね。ああ、そういうことか、うん、もうソフト届いてんだけどね。ゼルダだけ届いたってやつ。ゼルダだけ届いたんだけど。なるほど。ゼルダの伝説全然知らないんだけどね。あ、ノニ買ったと。ノニ買ったよ、他にやるもんないから。例えば DS はタッチパネルとか、あの、ウィーはあのリモコンでこう画面を操作できるとかっていう分かりやすい特徴があったけれども、あったね。スイッチの分かりやすい特徴っていうのは何なの？スイッチはテレビでも携帯機でも遊べるよっていうのが多分最大の特徴なんじゃない？なるほど。
まあ要するにこれ本体の画面があるじゃん、これ。画面にこのコントローラーのコントロールする部分をつけると携帯機になるんだよ。で、この画面とかの部分をこの専用のスタンドみたいなところに置いてテレビにつなぐとテレビの大画面で楽しめるんだって。で、外したコントローラー同士で多分あれくっつけると一個のコントローラーになるっていう。そういうこああ、と。なるほど。ただまあ僕は一つそれ懸念してるのは、携帯機でしか遊ばなくなるだろうっていうとこなんだよね。確かにそうだよね。テレビにつなぐメリットどこにあるんだよ。ね。だって確かにそうなんテですレビね。でわざわざゲームやんないよ、正直。なかなかね。だって携帯モードあんだもん。まあ、バッテリーが3時間ぐらいしか持たないらしいんだけど。なるほど。にしてもさ、テレビでやんないと思うんだよね。まあね。テレビつけてやんのめんどくさいもん。確かに。で、まあ僕が買ったソフトゼルダなんですけど、ダウンロード販売でキングオブファイターズ98がもう出てるんだって。ほう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 。いや、もう絶対それしかやんないに決まってるんだよね。まあそうだよで、キングね。オブファイターズ98は、PSP とかでもできるんだよね。なるほど。僕、ビータにキングオブファイターズ98入れてるんだよね。ほうということほうほうほう。は？っていう、まあ、微妙なところはあるんだけまあそればっかりになるよどね。ね。ということは、スイッチを3万なんぼで買った意味は？っていうのは、すごいあるんだけど、まあまあまあ、それはね、いいんだけどねっていなるほど。うね。まあ、スイッチさ、この発売当初に出るゲームがゼルダ以外がさ、どうもねって感じなんだよね。どうもねああ、となか言うるほど。と怒られんのかな。まあでもいいよね、買ってんだからいいよね。ああ。買ってんだから文句ぐらいはゼロってことだよね。まあ、そうね。だってちゃんと予約して買ってるし、ゼルダも買ってるから、ゼルダ多分やったら楽しいだろうから、いいだろう。この発売日に出るゲーム、ボンバーマン、信長の野望、ぷよぷよテトリス、ディスガイア5、ドラゴンクエストヒーローズ、RPG の生贄と雪の刹那、あと、ワン、ツー、スイッチっていうこの、任天堂のゲーム。なるほど。まあ、合計8本か。8本もありゃいいんだろうけど、僕はもう、やっぱりさ、新しいハード出るっつったら、アクションゲームやりたいっていうのはまずあるよなるほど。ね。で、できれば、マリオがやりたいなっていうのがあるんだよ。任天堂だから。ああ、まあそうか。マリオが冬に出るっていうのはどういうことかなっていうのは、すごい思ってるよ。なるほど。しかも、スイッチでマリオが出たところで、結局普通の携帯ゲーム機でマリオやるようなもんって言えばもんなこと。ただまあ、でもスイッチのマリオは、横スクロールじゃないんだよ、これ。へえ。まあ、ソニックアドベンチャーみたいな感じみたいなんだよね。なるほど。要は64のマリオみたいな。それのまあ、より発展おお。した版みたいなやつらしいんで、面白そうなんだけど、出すのサン遅くシないャイか？ンみたいな。ああ、そうだね。そうだよね。サンシャインのより都会的にした版みたいな感じらしいよ。ああ、面白そう。これやりたいんだけどさ、冬って長いね。長すぎだろ。だって言ったら今が冬みたいなもんだからね。だから今年の終わりに一ぐらいでし瞬。ょ。わあ、約1年待つわけだ。まあそこに至るまでに、マリオカートとかスプラトゥーン2とかいっぱい出るみたいだから、まあいいんだろうけどね。あと、ストリートファイター2出るよ。あ、ストリートファイター2が出るんだ。2が出るよ。5出せよっええ。て思うけどね。まあね。2なんで、だってバーチャルコンソールでいいじゃねえ。ん。なんでわざわざ新しく出すのか。別にストリートファイター2が嫌いなわけじゃないんだけど。なんスでトリート今？ファイター2わざわざね。今出さなくてよくない？別にそんな。そうだよね。5000円で出す意味ある？
ないね。うん、5000円だよ。まあインターネット対戦とかできるみたいだけど。なるほど。対戦しないもんね、インターネットで。まあなあ、うん、うん、どうかなっていうね。うん、まあ僕もスイッチ買ったからにはスイッチやるよ。まあそうだよね。うん、そうだね。まあいろいろなゲームも出るみたいだからね、他にも。なるほど。うん、ボブさんゲームやってないんですか最近は。何もやってない。ポケモンもちょっと熱中してたけど今もうあんまやってないし。ああポケモンね。最後にやってたゲームポケモンだな。サンムーン。そう、僕はムーン買ったけどね。ああボブサンだったね。ああクリアはしてないよ。ボブもね、なんかいいところまで行って終わってる感じだな。うん、サンムーンさ、面白いとは思うんだよ。ああ面白いんだけどさ、鬱陶しくてさ。ああ、いや、ちょっとさ、一個ね、まあ、僕それが原因でプレイしなくなったとかっていうことでは決してないんだけど、はあ、ちょっとこう、それ、実は一回冷めてしまった要素として、はあ、あの、ヤトウモリっていうポケモンがいるんだよね。ああ、いるね。ヤトウモリっていうポケモンは進化するとエンニュートっていうちょっとボブが好きなかっこいい感じのトカゲに進化するんだけど、うん、あのヤトウモリのオスを捕まえて、ああでレベルを40何とかまで上げて、でその頃ね敵もレベル45のエンニュートとかをこう使ってきたりしてて、要はあ45で少なくともエンニュートになるんだなっていう。ああただ自分が育ててるエンリュートがいつまで経っても何なら45、46ってレベルアップしていっても進化しないなと思って、僕調べないで検索とかしないでプレイするのをちょっとポリシーっていうか楽しみにしてたんだけど、さすがにおかしいと思って検索したらメスしか進化しないっていう情報が出てきて、うん、ポケモン割とそういうのあるよね。でもね、でだって他にもさ、あのなんだっけ、魔剣カニだったかな、ああ、ま、あそれを育ててて、はあ、でそいつもね、いつまでたっても進化しない、おかしいって思ったら、特定の場所に行ってレベルアップしないと進化しないっていう情報が出てきて、それあるんだよね、なんか3分やたらね。そう、あれめんどくさくてさ、まあ、あとポケモンだと何かの道具持たせないとダメとかあるよね。ね、そうあれね、うん、検索必須になっちゃうよ ね。なんかこうさ、ちょっとこうマニア向けに寄りすぎなんじゃねえかって思うよね。うん、なんかもうめんどくさいんだもん、ポケモン三分面白いけどさ、ポケモン捕まえるのに時間かかりすぎなんだよ。なるほど、うん、なんで一匹捕まえるのに何十分もかかるんだけど。そんなかかるか。あ、そう、ボブレンジマンが言ってたそれはほとんどなくてさ。あ、そう。お、相当鬱陶しいけどね。なかったんだよ、捕まえようとしたら仲間を呼んだっつってさ。なんでだろう、すぐ仲間呼ぶんだよね。なん意外ともそういうことなくてさ。あの捕まえようとしたやつは割とすぐ捕まえられるんだ、ね、でも仲間呼ぶでしょ。呼ぶでしょ。呼んで体力減らしたらまた仲間呼んでくるんだよ。はいはいはい、はい、それが永久に続くから20分とか30分とかかかるんだよ。ああそんなもんかな。うん、ただ倒すだけでも10分ぐらいかかるときあるよ。なるほど、うん、エンドレスで呼んでくるからさ。ああ、それポケモンの相性悪かったんじゃないのかな。いや、まあ相性っていうか、まあレベル上げとかの時もあるんだけどさ、そりゃ。ああそっかそっかそっか、うん、まあレベル上げだと経験値その分いっぱい入るんだけど、あなんかさ、この一匹倒すのにさ、いちいち仲間呼ぶとかやってさ、あの来るか来ねえかの長い間ね。そうだね、あの間が一番嫌だね。あれで来なかった時の寂しさすごいけどね。たまに割と来ないんだよね、しかもね。来ねえならそんな時間かけんじゃねえよっつってちょっと軽く怒るしさ。なるほど。いや、ボムのあのジャラランガだかっていうポケモン、なんか主ポケモンとの戦いの時に、はあ、あれ腐れ苦戦したんだよね。ああめっちゃ強かったよあれ。主はやたら仲間呼ぶよね。ね、まあ、主が呼ぶのはまあ正直いいんだけど、うん、主以外呼ぶとうざいんだよね。
うわ、割とその辺のポケモンが呼ぶからね。うん。適当に呼ぶもん。あとまあ3分で割と嫌いなのが、なんか、やたら係の人とかいて、ここは通っちゃダメだよとか言ってくる。ああ、そうだね。なんか、監視されてる感がちょっと好きじゃないかな。ああ。なんかこう、巡らされてる感。うんうんうん、今までのポケモンに比べてこうやらされてる感が強い気がする。なるほど、うん。まあ、今までのっつっても僕がやったのルビーサファイアまでと XY だけだけど、まあそうだよね、うん、多分僕がやってない時期あたりに結構そういうノリに変わってきてるんじゃないの。おや、ね、音声が、あ、僕の方じゃないですか。あ、そうだったのか。ね、はい。あ、そっかそっか。おはようございます。皆さん、元気ですか。まあ、ね、まあね、一応また再開したんですけど。はいはいはい、ね、まあポケモンは難しいねっていうことですよね、要するにね。そうだね。あ、うん、あとゲームの話って言ったらあれか、モンハンの中異国がちょっと面白そうとかって思い始めちゃったっていうのがあるけど、今度出るらしいね、それはね。ね、うん、いよいよラスボスがなんかロボットっぽいやつっていうのもね。はあ、モンハンストーリーズみたいにやんないの。まあ、多分違うんだけど、いやー、 あっちは興味ないな。あ、そう。あくまでね、アクションがいいのであって。まあそうだよね。ね。僕もモンハンはさ、もうやんないんだけど、うん。モンハンのいいところはストーリー性がないところだと思うんだ。なるほど。うん、ただやっぱり、4だかなんだかでストーリー軽くあったよね。そう。ただまあ、あの程度ならまあいいかなって感じ。僕、モンスターハンターの最高傑作は4だと思ってるよ。ああ、4途中で積んでやめたな。積む？積んだ積んだ。おかしいな。ああ、積んだよ、4は。なんだっけ、それは何、敵が、うん。なんかさ、砦みたいなとこでさ、うん。なんか、食い止めるんだみたいなミッションかなんかで、やめた気がする。え、4でそんなのあったっけ？なかったっけ？じゃあこれ違うやつかな。おかしいな。じゃあこれセカンド G とかかな。セカンド G かなんかではあったよね。鳥で。あったあったあった。あるあるある。うん、ああいうなんかさ、イレギュラーなことやらせるの嫌いでさ。ああ。なんか積んでやめたな。なるほど。4はなんか普通に難しくて積んだんだったかな。あ、なるほどね。うん。3も積んだよ。おかしいな。全部積んだんだよね、モンハンは。なるほど。セカンド G が一番やったけども、PSP5 ごと盗まれて積んだし。なるほど、それ積んだっていうかもう望みを絶たれてるね。まあそんな感じで僕とモンハンは縁がなかなかないっていうね。なるほど、うん、ないからもうやんねえけどって感じ。なるほどね。モンハンやると時間すげえかかるしね。そうだね、うん、すごいかかるもん、素材出ねえとか言って尋常ならざる時間使うよね。うん。あ、ゲームで思い出した。お。ファイアーエムブレムヒーローズやってるよ。なるほど。うん。やってるけども、もういいかなって感じ。ああ、そっか。うん。面白かったんだけども、このゲームさ、まあソーシャルゲームなわけだけども、うん、はいはいはい。あの、9の5ぐらいまで行ったらストーリー終わるんだよ、急に。ほう。で追加なしっていう状況でやることなくなっちゃってやめた。なるほど。あとまあそのレアリティを上げられるんだよ、なんか強化することによってキャラクターの。はいはいはい。でレアリティを上げるためのアイテムが2万ぐらい必要なんだけど、おうおうおう、毎週手に入るのがせいぜい2000ぐらいなんだよ。なるほど。
有料課金すれば手に入るとかでもないの。ああ、へえ、うん。じゃあどうしろとっていう話だよね。まあ、飽きるよね、うんで。しかもそのアイテム2万貯めただけじゃダメです。追加で、レアなアイテムを25とか必要なのよ。ああ。じゃあ無理だろっていうことで、もうダメかな。なるほど。もうダメかな。うん。あんまりね、そういう難易度が高すぎるのもね。うん。任天堂ちょっとここはまだうまくねえかなみたいな感じしたね。なるほどね。うん。まあ、ソシャルゲームだから毎日やってねってことはわかるんだけどさ。いかに、いかに毎日やるっつってもさ、こう、ちょ、限度あんぞと思って。まあね。毎日やっても、なんかこう、進んでる感が全然しないんだもん、そんな。ああ。週に2000しかもらえないアイテムを2万貯めろとか言われてもさ、困る。まあ、途方もない時間かかるよね。うん。まあ、これで有料課金すればすぐ手に入るよっていう風にしなかったのはやっぱり任天堂のゲーム会社としてのなんかなんだろうけど、まあ結果として誰も得しない感じにはなってるかな。まあね、うん、いやーどうですかこの放送聞いてる皆さん。いやーなかなかだよね。ね、もうね、我々もね、今回特になんか企画があるわけでもないんだよね。まあね。うん。なんか企画勝手に考えてやるかじゃないか。わ、今からか、すごいね。今から考えてやるか。なんかでもね、思いついたことあったんだよな、この間。あ、僕もいっぱい考えてたよ。なんかありますかね。じゃあ新しいフレンズでも考える。いやでもそれはなんか打足とかさフレンズだ、多分もういるでしょきっと。そこそこそうだよね。もともとゲームなわけだしね。しいたけのフレンズどうよ。いやないねあそうそんなにダメか。いやダメでしょしいたけのフレンズアニマルじゃなきゃ。いやしいたけだってアニマルだよ。いやいやいや広い意味でいけばなんかもっと別のさ企画がいいよね。ああ、まあ深夜アニメに喧嘩売っちゃダメだよね。ね。うん。なんかねえかな。新しいなんとかを考えるのがやっぱりボブラジとしてはあれなんだけど、まあこれ落ち武者ですけど。ね。うん。なんかない。軽音昼飯の流儀考える。ああ、待って。なんかそれ系であったな。軽音昼飯の流儀。まあその企画の内容は全く分かんないけどさ。ああ、そのだから軽音のキャラが昼食を食うっていう話を勝手に考えるの我々が。ああなるほど。うん。まあ僕軽音知らないしな。野原ひろし昼飯の流儀を元ネタとしてっていう。あ、なるほど。うん。今流行ってるから。なるほどね。どうですかね、皆さん。企画はダメだね。うん、浮かばないねっていうね。で、うん、なんか、ねえのかな。こう、まあ、落ち武者、今やらないにしてもさ。でも企画やるとめんどくせえことになるんだよな。うん。あ、そうそう。いや、だってめんどくせえことになったからボブラジ中断になってるわけで。ああ、そうだね。でしょ？なるほどね。我々がそういうのを志しちゃダメなんだっていうことなんだよ、今のところは。逆じゃないかな。心ざさなすぎたからなんだろうけど、まあ、ああ、なんとも言えんけどね。まあね。なんだかんだ、ボブとレンジマンの目指すものが違うからね。まあね。その結果、誰にも、誰から見てもおかしなものにはなってるよね。まあね。落ち武者も、ボブラジも。ああ、ただ前回のボブラジ好評だったんだよね、割とね。そうだよね。本当は好評だったんだよね。うん、
だって高評価数珍しく5だか6だか言ってるからね。うん。いやー、あの、本当はあの次の筋肉マンが本題なんだけどね。あの、ボムはそろそろいいんじゃないかと思ってるけど、どうかな。あれならさすがに文句言われないんじゃねえかと思うんだよね。いや、あれの内容忘れてるけどね、ボムも正直。ああ、あれ面白いよ。ああ、そうだったっけ。僕が言うのもなんですけどね。まあ、そっか、気見ながらね、作ってるの。うん、いやあれ面白いと思うんだけどね、うん、その次の僕が考えたオリジナル戦隊についてずっと言ってるやつはやばいかな。あー、いやボムもね多分その辺カットするつらしってたもんね。うん、あれはやばいね。僕が考えたテンセイジャーとかの話をずっとしてるやつね。なかなかひどかった記憶はあるよ。うん、だってもうなんか惰性で喋ってたもんね、すごい。うん。いやー、やっぱりさ、このあれだよね、我々も長い間こうマニアをやってきてるけどもさ、うん、このそんなにこう見る作品とかのジャンルも被ってないっていうのが難しいんだよね。そうだね。ね、嘘袋くんもだけどさ、この我々の見る作品が別に被らないんだよ、いつも。ね。被ってればもう少しその番組についての話とかいっぱいするんだけどさ。そう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 。そんなに被らないから。まあ我々のいいところでもあるよね。まあね、そんなみんなで君の名の話してもしょうがないもんね。そう、要は。みんなしてつるんで何かを見るっていうわけではなく、本当にそれぞれ自分が好きなものだけ見るっていう。そうそう、そうなんだよ。恐ろしく我が強いというか、なんというか。やっぱり僕もその高校とかでさ、みんな化け物語見てるとかさ、うん、みんなフェイトゼロ見てるみたいな。そうだね。そんな中一人でガンダムエイジを見るっていうのをね、やってるわけだよね。うん、ガンダムエイジ誰も見てなかったもんね。すっごいバカにされたもん、ガンダムエイジ見てたら。なんであんなの見てんだみたいな。いや、まあ、正直なんであんなの見てるんだって言う人の気持ちもわかるんだけど。だって自分でもなんでこれ見てんだろうって思いながら見てたもん、そんな。ね。うん、面白くもねえし、みたいな。面白くもねえし。特にあの、最初のフリット編。そうだね。うん、それ以降はまあ面白いんだよ、一応。フリット編のつまらなさだよ。あれね、相当つまんなかったけどね、フリット編見てたけど楽しく。だってこの調子だとこの番組ダメだなっては思いながら。うん、まあ、まず最初の3話ダメだもんね。ああ、最初の3話ダメだよ。あの頃の何がさらにダメさを加速させてたかって、あの少なくともちょっとこう面白くなるんで3話で見てくださいとかって監督が確か言ってたんで、そうそう言ってて、まあ3話で何が起こったかっつったらブルーザー司令が特攻して死ぬみたいな。あ、うん、正直思い入れがあるわけでもないキャラが死ぬっていうやつなんだよね。ね、うん、で4話でウルフ出たんだよな。ああ、そうだ。でまあちょっと持ち直したのかなみたいな感じで5話でデシルシが出てきて、あ、まあデシルシの回がまあ何とも言えない感じで、ね、デシルシってデシルシ、デシルシね、デシルシの後に追い打ちをかけるファーデン編だよ。ファーデン、ファーデン、ファーデンは何だっけ、ファーデン何したっけ、イワークだよ。あー、そっか、あれファーデンか。イワークが出てなんかヤクザのグループが2つで抗争してるみたいな。そうだね。それをなんか止める茶番があって、でまあなんとなくこのタイタススパローが出てきてるみたいな。うん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 。タイタスせっかく出たのにさ、その回の B パートですぐなんかどうでもいい扱いになるみたいな。ああ、 G エグゼスが出てきて、あの回だもんね、かぶっても、うん、恐ろしい被り方だった。うん、でまあファーデン編やっと終わったわっつったらミンスリーだよ。あ、ミンスリーを忘れてた。うん、
だ。ミンスリー編もまあ大概だったよね、正直。あれ、ミンスリー編っていうのは何をしたっけ？みんな貴族の格好してるとこで、あれだ、なんだっけ、すごい名前のさ、イワークの偽物みたいなおっさん、ストラー・グアバランが出てきて、あ、グアバランだ。で、なんか、ケツアゴね。そう。あいつを逮捕しに来るんだよ。そうだ、そうだ、ラスカルを逮捕しに。ラスカル。そう、逮捕しに来て、これでもう何もかも終わったみたいな面白いこと言うとこだ。で、その後の15歳、そうそう、アンバット。そうそう。まあ、まず一旦ユリンがなんか、拉致されるみたいな、なんか、どうでもいいエピソード挟まるよね。そうだね。なんか適当すぎてその辺がさ、なんかしっくり来なかったよね。まあね。なんでさらったみたいな。そうだね。うん。なんかその、X ラウンダー的なこと掴んでたのかよくわかんないけど、なんかよくわかんねえな。そうなんだよ。うん。いや、通で言うとちょっと遡っちゃうけどさ。ああ。なんで、テイシル君たちは、ゼダス。ゼダスね。あれを、まっとうな工房に預けたのかっていう。そうだね。あれ、謎だったよね。なんも理由ないからね。ね。なんかその反応も意味わかんなかったよね。なんか言われたからこれ拾ったんだけどさ、みたいな。言われたから収集してんだけど、これなんだろうね、みたいな。なんだよ。これ定眼じゃない。見りゃわかんだろうっていうね。おお。いやー、まあ、エイジ、いいけどね、総合的には。まあね、うん、まあ結論としてはいいアニメだったよ我々の心を。うん、そうだね、うん、いいアニメだったよ、エイジはやっぱり。いいアニメだったと思う、ね、僕ガンダムでエイジ一番好きだもん。なるほど。わあ、僕もうオルフェンズがちょっと上に行っちゃったな。オルフェンズ見てないもんね、僕は。あれすごい面白いんだよね。2話まで見て、ああ。2話まで見て、まあ、なるほどね、っつって。だって、何がすごいかって、毎回ラスボスポジションの敵っているじゃない？敵とモビルスーツ。はあ。今要はその、ラスボスポジションのやつが、一番、なんかこう、偉いガンダムみたいなやつを復活させて。はあ。ただね、それは主人公たちの味方なんだよ。はあ。要するに、ラスボスが主人公たち側っていう、そんな感じ。なるほど。なんか、要は、正義なんじゃないって感じになってんだよね。はあ。ね、ちょっとそういう面白い要素も入ってる。なるほど。オルフェンズダミーだ。ああ。面白いよ。まあ、いつか見るかもね。おすすめ。いつか見るかもね。まあガンダムもさ難しいよね。そのガンダムを僕が見る意味ってどこにあるのっていう。なるほど。そこなんだよ。まあ暇な時とか見るんだけどさ、過去のガンダムとかもいっぱい。ガンダムをわざわざ見る意味ってあるかな。みんな見てんじゃん。なるほど、難しい。だから哲学。うん、なるほどね。みんな見てんじゃん、ガンダム、普通に。ああ。みんな見てんのに、僕はわざわざ見て感想を言う意味ってどこにあるのかなっていう。なるほど。うん。白獅子仮面の感想言った方が意義ない。まあね、でも、僕逆になんか一周してきちゃってさ。ああ。だからより多くの人が見てるものこそ、自分の意見を聞く人が多いんだろうなとかって。まあもちろんそれはあるけどね。ねえ、それを考え始めてしまうとなかなかに。だから僕も獣フレンズへの葛藤はあったよ、そうそう。ねえ。僕はわざわざ獣フレンズを見てコメント言う意味ってなくない？って思ったけど。
まあ見たいから見りゃいいやっつって見てるけどね。ね。まあ見たければ結局まあ何でも見るんだけどっていうね。いや、ここまで露骨に闇が深いと思んなかったよ。ああ。獣フレンズ。ああ、獣フレンズ。そうね。獣フレンズは見たもんな。難しいよね。マドカマギカとかは見なかったのにね、当時。ああ、確かに。うん。あれこそまあ僕は見る意味ないなっていうやつ。闇は深いけどね。ガールズ&パンツァーもまあ僕は見なくていいかなみたいな。ああ確かにそうだね。我々向けではない感じするよね。まあでも8話ぐらいまで見たけどね。でね。うん。なんか新アニメってさ、やっぱり我々がわざわざ見る意味あるのか、我々っていうか僕が見る意味あるのかなっていうのが毎回引っかかるよ。なるほどね。もともとだってアニメオタク向けに作ってるんだからさ、みんな見るじゃんそんな。まあね。うん。僕はやっぱりみんな見ないやつを見てなんか言いたいだよね。なるほど。うん。まあだからツーブルズとかトレーニーヒーローとかそういうのばっかり見てる。そうそう。そういうことなんですよね。うん。おうん、僕はあの部屋にあるだって DVD ボックス千人部落とかだもんね。なるほど、うん、千人部落多分20代で DVD ボックス買って見る人いないでしょ。いや聞いたことないもんそれ、うん、千人部落千人部落とかダイヤモンドアイとか DVD 買ってるけど、ほうほうほう、うん、そうなんですよね。うん、まあでも結局まあ見たいもん見りゃいいよっていう話なんだけどね。まあね、うん、見たいもん見りゃいいんだ。それに尽きるね。うん、見たくないもんわざわざ見る意味はないよね。まあね、うん、見たくなったら何でも見りゃいいし、見たくなければ見なきゃいいよっていうね。そうそうそう。軽音見たくなったら軽音見りゃいいんだよ。そうだね。うん。実際、軽音再放送やってたから見たもん、この前。お、なるほど。うんで、うわっつってやめた。どっちなんか、嬉しい方の、うわぁなのか。まあ、多分君のことだからね。あんま聞かない方がいい方だ。まあ、そう、想像つくよっていうことで。ああ。マジってなる。マジかと思って。何その言い方は。はいはい。なんか軽音見てる時の感想そんな感じなんだよ。マジか。どっちも君らしくないね。ああ。ブワーっていうのもマジかっていうの。軽音ってさ見ると割とそう思うと思うよでも。なるほど。マジか。軽音なんか君おかしい。軽音ほどマジかって思うアニメないよ。おー、ボブさんも軽音見た方がいいかもしれないね、そういう意味ではね。あー、マジかとなる。うん。世間的には超ヒットしたアニメだけども、我々が見るとどう思うかっていうのは気になるよ。うん、なるほど。うん。もう、すごいよ、軽音は、やっぱり。それはレジェンド級のアニメになっただけあるよ。なるほどね。獣フレンズも割とまあ、マジかってなるじゃなるってもう慣れたな。でも獣は獣を超えてるからね。軽音はうわー、獣もさ大概さ、まあでもまあでも所詮獣だからさ、まあなんかあの知性でもいいんだけど、獣だから動物っていう設定だもんね。そうそう、実際だってあいつら木かじったりしてるもん。そうだね。だからまあもういいんだけど、ケモン人間で あんな感じだからね。なるほど。うん、しかも高校生でだからね。まあね、それでマジかってなるんだよ。マジか。なるほど、うん、大丈夫かみたいな。ああ、うん、まあそこがケモンの良さなんだろうけど。
なるほどね、うん、僕はきつかったね、検温はやっぱり。まあ話聞くにそうだろうね。うん、まあ検温おすすめですよ。 なるほど。検温もさ、もう7年8年ぐらい前のアニメだからさ、もう見てないで大人になった人もいっぱいいるんだろうね。まあね、うん、そりゃそうだよね。うんうん、もう2017年だからさ、2000年に生まれた人17歳だからね。そうだね、2000年に生まれた人が見てる新アニメっていうのが、まあ、あ、今やってるやつか。まあそういうことだね。そういうことだよね。うん、新アニメもさ、もうなんかあんま見ないもんな。まあ確かにね、うん、まあやってないもんね、だってね、東北でやってないもんね。あ、まあ深夜アニメという、そう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 、そうなんだよ、うん、やってないんだよ。やってないからさ、うん、頑張ってネットで見るしかないんだよ、その配信とかで。そうだね、そこが大変でさ。あ、そうそうそう、バンドリ仙台でやってるんだよ。あらしいね、やってるらしいんだけど、まあ、バンドリー1話見て挫折した口なんだけど。なるほど、やってることにもう放送始まって5話ぐらい経ってから気づいたっていうね。あー、まあ、そうなるよね。だから結局地方だとやってないのが普通だから、やってることに気づかないんだよね、むしろ。あー、あ、バンドリもね、軽音的なはっってなるよ。まあ、だろうね。うん、はっ、第一話見てマジかはっってなる。マジか、やっぱそんなそんななんのか。バンドリの一話おすすめだね、トムに見してもらった方がいいよ。なるほど、そんな、ね、トムはバンドリが好きらしいっていうことで。おお、バンドリの一話マジびっくりするよ。びっくりすんの？びっくりする。でバンドリーさ、僕1話でやめてるんだけどさ、その後の3話だか5話だかがよりすごいらしいよ。あー、なんかもう世間でそう言われちゃうとな。まあね、バンドリーの1話ビビったね、本当に。まあ斬新だよね。斬新なんだ。斬新斬新、こんな出会いなかなかないよ。どこだって、あの美少女アニメでこんな出会いなかなかないね。まあ、ヒントは犯罪。キャラクター同士の。ヒントは犯罪ですよ。なんかレンジマンツイッターで言ってたやつか。多分言ってたよね。斬新だよ、出会い犯罪。なんかギターかなんか盗むとこから始まるんだっけ。まず不法侵入。ああ。不法侵入して、な、誰お前みたいなすぐ反応されて、その部屋になんか質屋かなんかの家なんだけど、ギター置いてあって、あ、これだとか言って持ってっちゃうの、そのまま。おー、で外に出ちゃうから、それを追ってその二人がまあ仲良くなるっていうか、出会うっていう。なるほど、斬新な出会い。まあ斬新っていうかいいのかなって感じだよね。それもさ、軽音みたいなも人ならまだいいんだけど、主人公軽音ほどこうどうかしてもないから、余計きついっていうね。もうさ、今さ、軽音の主人公のこと軽音つってるのよくない？軽音、まあそうだね、軽音、軽音っていう人扱いになってるもんね、今平沢のこと。軽音ほど勇者知りゃ軽音。あー、なるほど、軽音、軽音、バンドリ星人にもらったバンドベルトで。なるほど、バンドコマンダーで変身するの、軽音に。ほう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 、うん、ギター優位強そうだね、ギター優位、はい、もうね、割といい気もしてきたよ、ギター優位。ギターユイ、ベースミオ、ほうほう、うん、あと名前忘れた。ドラムリツイリは
ドラム率、うん、あと金髪、これ軽音4人メンバーで、なるほど、で宇宙人と戦う、ほうほう、軽音のキャラが宇宙人と戦うのって全然想像つかないよね。そうだね、うん、つかないからこそいいんじゃない。でもね、確かになんかそれぐらいのびっくり要素がないともう現代のアニメやってられないよね。うん、なんでもやってるからねアニメは。なんかさ、まだ誰も考えてないようなのないかね。あ、美少女系アニメで、まあ美少女に限らずでもなんでも、ああ、いや要はタダラシっていうアニメの噂を聞いてさ、ほう、あれね、1話びっくりするらしいよ。はあ、まあ多分調べてもらえばどういう絵柄のアニメなのかっていうのは出ると思うんだけどさ、はあ、の弟もね、友達に騙されてみたんだって。要はあのすごいほのぼの日常アニメだよって言われて1話見てて、はあ、でも、まあ、要はほんとびっくりするぐらい主人公が周りの友達とこう楽しそうにやってる話が展開されて、はあ、まあ、絵に描いたような日常アニメだなって思ってたら、なんか1話の終わり頃に急に、なんか、なんていうの、なんか、何言ってんのみたいなことを友達の一人が言って、なんかそれまでの平和だったのが全部こう、崩れ去って、あら。ゾンビだらけの世界になって。あったあった。要は、主人公が、楽しそうにしてたっていうのは主人公がそういうあれを受け入れられなくてずっと楽しく友達と喋ってるって思い込んでただけで、ああ、現実はすでに友達から先生からみんなゾンビになっちゃってるような世界だったっていう、ああ、うん、あとんでもねえってのがあったらしい。学校暮らし、ね、学校暮らし、ああ、そう、ね、あれ確か外務関係のなんかスタッフがやってんじゃなかったっけ、だろうね、うん、確かに、うん、いやもうさ、でもさ、それ美少女かと思ったらなんか残虐なやつでしたみたいなのってさ、いっぱいあるもんな。うん、だからもう残虐はダメだ。それはそれであるもんね。うん、あ、美少女が戦うのはダメだよ。もうあるもんね。ある、いっぱいある。美少女がなんかする系のは一応まあジャンルをさ、例えばなんか新しいのだったらまあ一応あれでしょう、きっと。なんだろう、学校のテストとかも全部こう10点とかしか取らないクソバカでクソバカ、ああクソバカで、ああ、でなんだけどなんかあってこう、なんだろうな、例えばこうなんかの事件をさらっと解決しちゃって実は勉強はできないけどそういう才能はあったとはみたいなのありそうだな。いっぱいあるな。まあそういう才能あったの、あったとははいいんだけど、あったとはのその才能がなんか斬新だったらなんかいいんだろうね。なるほど。うん、実は飛び出し坊やを作っていたとは。何それ。今この画面に映ってるこのやつだよ。ああ、僕のツイッターじゃねえや、スカイプのやつ。これさ、すごい気になるんだよね。ああ、壊れてるやつで。ね、壊れてる飛び出し坊や。まあ、要するに子供が飛び出してくるから車の人気をつけてねっていう標識で。ね。うん。それの壊れてる。でもそれが壊れてるんだよね。そう。もうダメじゃんっていうやつで。そう。うん。なんだろうね、将棋とかのアニメあるよね、絶対。美少女の。ある。今実写化もするって言ってあるし。そっか。じゃあダメだ。将棋はダメだ。囲碁もまあ光の碁とかあるからダメだし。ねえ。なんでもあるからね。うん、競馬あるかな。ないかもしれない。うん。まあ、競馬のアニメ自体は巻き馬王とかあるけど。美少女の競馬するやつあるかな。ないんじゃない？美少女競馬で調べれば出てくるんじゃない？あ、でも馬どんなとかってあったな。ああ、まあちょっと違うけど、まああるね、確かに。ああ。
美少女の競馬のアニメはないな、でも多分。そうか。あ、でもソーシャルゲームはあるっぽいな。なるほど。じゃあ微妙だな。パチンコはどうや。でもそれないだろう、ね、それってさ、多分パチンコ雑誌で漫画とかはやってるよね。なるほど。でもアニメはないよね、きっと。そうだね。うん。でもさ、高校生がパチンコやってたらよくないよね。まあ、そうなんだよ。うん。不良って設定にしても多分放送はできないから、我々が考える、このできるだけありそうなやつにしなきゃいけないっていう概念からするとアウトだよ。そうだね。うん。なんだろうな。今恐ろしいもんで、中二病あるもんな。あ、中二病あるね。中二病の受け入れられるやつもあれば、受け入れられないやつもあるもん、ちゃんと。そうだね。うん、受け入れられない版も、アニメの映画とかやってたし。なんか美少女がやって意外なやつねえかな。お笑い芸人ありそうじゃない？なんか。しかもさ、まずさ、まあね、あの、美少女にお笑いやられても笑えないでしょ、きっと。そこだよね。うん。そう。それを考えるとやっぱなしだな。宝くじどうよ。ね、あー、宝くじ、宝くじもない。もない。映画、映画、なんかやりづらいね。うん。作品化はしづらいか。宝くじ。だって買って当たるかどうかだけだもんね。ね。うん。難しいね。美少女。プリンターのインク買いに行くだけとかどう？うわ。もうまあ、テレビシリーズにはできないよね、でも。テレビシリーズにするのは難しいかもしれないけど、プリンターのインクを買いに行くだけの美少女アニメ。なんじゃそりゃ。斬新、斬新、斬新ならいいのかっていう話だけど、まあ斬新でしょ。まあ。斬新か。まあ、展開としては家から、どっか、ケーズ電気かなんかに行って、ポイントカード出して買って、帰ってきて付け替えて終わり。それ最終回。つまんねえ。軽音ももっと面白いよね。あ、毎回そういうのをすごい壮大に描くだけとかね、1話完結で。あと、電話最中に友達に会うとかね。うん。そうすればまあ、一応形にはなるよ。1話はプリンターのインク買いに行くだけで、2話はなんかプリン買いに行くだけとか。ああ、3話はプリ買いに行くだけっていう。4話はプ買いに行くだけみたいな。なんだそれは。ダサくだ。ね、意味が分かんない。最悪だよ、ね。なんかでも、買いに行く系のアニメっていうのはありなんじゃねえの？ないよね、あんまり。実際。ああ買いに行くだけでもドラマは作れるもんね。うん。なんか適当に4文字で買い物とか言ってさ。買い物。買い物。買い物は英語でなんだろう。ショッピングだよ。ショッピングか。うん。やっぱひらがな4文字で買い物。買い物、もしくはカスタマ。ああカスタマーサービスみたいな感じ。カスタマー、そうそうそう消費者、消費者みたいな。ひらがな4文字でカスタマーありそうだね。うん。今日は100円ショップに行くよ、とか言って。100円ショップで 0.7 ミリの芯を買いに行くよ。ああ。100円ショップだっつって油断し、100円玉だけ持ってって、あの、消費税分払えないとか、そういう。そうね。そういう、まあ、誰もが予想できたオチを、あえてそのままやるっていうやつね。ねえ、もうそれぐらいの方が新しいかもしれない。うん。そうだね。カスタマ。カスタマ。車を買いに行こうの巻とかね。なるほど。
田舎舞台にすればさ、今ご当地とか言ってさ、勝手に盛り上がるんでしょ。何が？ご当地アニメとか言ってさ、聖地巡礼とかやって盛り上がるじゃん、地域活性化するとか言って、はいはい、だからもう押し付けがましいぐらい最近ご当地っつってくるからさ、やっぱカスタマもご当地でしょ。うん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 。なんか適当な、なるほどね、適当な県で、山形とかで。なるほど、うん、うわそれ山形に失礼だよね適当な県って言って選ばれた山形山形、まあ、東北で近いしっていうとこで、ね、なるほど、うん、山形とか山形だと多分まあ車ないと生活するの大変でしょ。うん、だから車買うのが最終回。なるほど。おう、カスタマー、カスタマー、カスタマー、つまんないアニメだろうね、でも。まあ、最悪だろうね。だってさ、買い物行って友達に会うことなんてそこまで多くないしね。まあな。たまーにでしょ、せいぜい。多分そのアニメ、途中から見なくなるし。うん。多分第1話でさ、第1話どこに行くんだろうな。スーパーとか。プリンターなんじゃない？あ、そう、第1話プリンターがやっぱり。第1話プリンターをインク買いに行って終わりで、うん、第2話は近所のスーパーに豆腐買いに行くだよ。うわー、なるほどね。そうで、ここでまあまずネットでは豆腐買いに行くだけかよっつって軽く話題になる。逆に話題になるかもしれないね、それでしょ。豆腐買いに行くアニメで30分使うアニメ、はい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 、なかなかないでしょ。なかなかっていうか多分この世にないよ。うん、まあでもクレヨンしんちゃんとかだとうまくできるんだろうね。でも美少女アニメではなかなかなさそう。第3話はコンビニにおでん買いに行くよ。なるほど、うん、第4話はもうネタなくなってきてるもんね。なんでもいいっていうのが逆にね。うん。第4話ピアノ買いに行くとかどう？ああ、でかいね。うん。第5話はお父さんの誕生日プレゼント買いに行くよ。はいはいはい。うん、これ名作回ね。まあ、ちょっと泣ける回とか、そういう感じね。うん。第7話は、あのベッドのシーツ買いに行く。ほう、魔法だよね。第8話テレビが壊れたの巻き何のリアクションも。テレビが壊れたと。うん、テレビが壊れて新しいテレビ買いに行く回が第8話で、第9話もう家電量販店行ったもんな。もうただ出かけるだけだよ、まあだね、ただ出かけるだけ。なるほど、目的なく、もう目的なしで街にお出かけの巻。ほう、ついに何も買わないのかっつって。なるほどね、うん、でいよいよ大詰め第10話。タオルだな。タオル、雑貨屋にタオルを買いに行きましたね。ほうほうほう。でラスト2話は前後編だな、車買いに行く会は。なるほど、そこは長くね、うん、で最終回のラスト5分は今まで行った店全部に車で行くよ。あーいいね。でしょ。なんかわかんないけど、それは感動するね。なんかいいでしょ。車で行ってよかったね、つって。何がいいのかわかんないけど、ちょっと感動するね、それ。でしょ？おー。で、最後、友達もみんな車に乗って、ピクニックに行こう、みたいな。なるほど。うん。感動の最終回ですよ。
まあ、その最終回につなげるだけでも価値あるかもしれない。やっぱりね、深くにもちょっとそうだね、そのいいもんね。あ、そこまで全部行くっていう流れはちょっといいと思っちゃったね。なるほど。まあ全部の店に行って何買うのか知んないけどね。まあね。あ、まあ、なんか買うんでしょきっと。またプリンターのインク消したりしてんだよきっと。なるほど。繰り返すと。そう、歴史は、もう買い物はやっぱ人のさ、繰り返しがあるから続くのでありましたつって。なるほどね。まあ実際ほら、僕の人生も買い物しかしてないから割といいんじゃないかなと思って。なるほど。買い物楽しいじゃん。まあね、うん、やっぱ買い物は楽しいってことはやっぱりアニメにしても楽しいんだよきっと。ああ、いやー、ちょっとこれ寝ればいけるかもしれないよね何か。うん、よほどちゃんと考えれば買い物の楽しい部分、うん、アニメは難しいかもしれないけど漫画ならいけんじゃねえかな。なるほどね、うん、買い物、買い物もしくはカスタマー、カスタマー、金魚の餌を買いに行こうのマキー。なるほど。実際ほら買い物に行くといろんなさ種類のやつ売ってるからさ、どれ買おうとか言って悩むくだりとかやると多分面白いよ。なるほど、うん、ブックオフで漫画を買おうのマキー。ほうほうほう、うん、漫画にもいろんな状態のやつがあるじゃん。まあそうだね、日焼けしてるやつとか、あと、もうどこで何着てたのか分かんない汚れとかもあるね、うん。あるね。セットで買うと安いとかさ。ああ、まさにボブが最近それで進撃読んだりしてるね。でもセットで買うと本の状態が確認できないんだよね。まあね。うん、そこで葛藤があるんだよ。なるほど。うん。意外といけない。4巻だけないとか。ああ。あと買ってきて開けたらカバーと中身違ってるとかね。あ、それ君前あれでしょ、詐欺あったやつでしょ。なんかあったね、そういえば。ねえ、なんだったっけ。ネットでなんかの本買ったら中身違ったらしいよね。なんかあったね、忘れたけど、なんかあった。何だったかな、何かあったね。でもね、あと昔あったのがダグオンの3巻買ったらレンタル版の3巻が来た時あったね。おお、本当はあのその売ってる版の多分7話から9話ぐらいが入ってるやつが欲しかったんだけど、うん、買ったらダグオンの最終回とかが入ってるあの例のビデオが届いたんだよ。なるほど。あの実写版ダゴンとか入ってるやつ。ほうほう。うん。まあそんなね、カスタマーを皆さん考えてみてはどうですか。そうだね。ああ、もう収集つかなくなってきたから。まあそんな感じですわ。ああもうね、放送がね、すごい今、音声が乱れててさ、どうしようもなくなってきてる感があるんだよね。ねえ。やっぱりそれさ、今度スマートフォンからやった方がいいんじゃない？ああ、そうしてみるか。うん。まあ、マイクの音質は悪くなるかもしんないけどね。スマホにマイクつなげないかな？まあ、やろうと思えば Android でできるのかもしんないけど、微妙だね。なるほど。まあでもスマートフォンだともともとさマイク内蔵されてるからね。そうだよね。うん。まあそんな感じか。なんかね、ボブボブで。うん。ね。そうですわ。っていう感じか。
ね、この落ち武者2時間ぐらいあるけどね、無駄に。ね。ね、本当に無駄に2時間ぐらいあるけど、まあ、前半1時間ぐらいは面白かったからいいだろう、きっと。そうだね。うん。まあ、後半はまあ、僕らが長い時間放送するといつもこんな感じになってるよっていう参考だよね。そう、ボブがね、今すごい眠いっていうね、大問題が発生して。うん。寝ますか？そうですね。まあ、じゃあ放送はこの辺で終了ですよっていうね。ね。後半30分ぐらい聞いてられないだろうね、これ。まあいいけどね。ね、ひどかった。うん、僕は気にしない。あれか、今日はちょっと早期に切り上げて寝てりかな。そうですね。ね、じゃあ、放送聞いてる皆さん、さよなら。